中国武漢で発生している肺炎の原因とみられる新型コロナウイルスが日本国内で初めて確認されました。新たに都内で3人の感染が確認された新型コロナウイルス。今日東京都が確認した新型コロナウイルスの感染者は30人以上だということです。この状況を受けて東京都は新型コロナウイルスの感染拡大を警戒すべき状況と判断した場合に発動される東京アラートについて検討を進めているということです。新型コロナウイルスに感染して今月20日から入院中だったタレントの志村けんさんが昨日夜11時10分に入院先の都内の病院で亡くなりました。70歳でした。東京都が今日確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は194人でした。昨日は212人でしたが再び100人台となりました。国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある事態が発生したと判断、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき緊急事態宣言を発出いたします。取り組むべき最優先の課題は新型コロナウイルス対策です。その上で社会経済活動との両立を目指します。密です。感染者が過去最多になりました。東京都で今日新たに888人が新型コロナウイルスに感染していることが分かりました。1日の感染者数としては過去最多です。港区新橋のドラッグストアではこのように本日マスク入荷なしと張り紙がされていて、マスクはすべて売り切れてしまっています。マスクの入荷見込みが立っていないというこちらの店ではマスクを求め多くの客の姿がありましたが、購入することはできません。新型コロナウイルスの感染拡大が続く東京都内で今日新たに2447人の感染が確認されました。1日の感染者が2000人を超えるのは初めてで、昨日の1591人を上回り過去最多を大幅に更新しました。遅くまでお疲れ様です。今日から記者が離れるんです。本当だ、ソーシャルディスタンス。よろしくお願いします、はい、速報です。安倍総理大臣は全ての世帯を対象に1住所あたり布製マスク2枚を郵送で配布すると発表しました。全国で5000万枚余りの世帯全てを対象に日本郵政の全住所配布のシステムを活用し1住所あたり2枚ずつ配布することを進めます。医療への負荷を抑えるために最も重要なことは感染者の数を拡大させないことです。そしてそのためには何よりも国民の皆様の行動変容、つまり行動を変えることが大切です。事態は切迫しています。ゴールデンウィークが終わる5月6日までの1ヶ月に限定して外出自粛をお願いいたします。ほど新型コロナのワクチンについて来週半ばからの接種スタートに向け、先ほどワクチンを乗せた貨物機の第1便が日本に到着したことが分かりました。厚労省によりますと、先ほど午前10時半ごろ、ファイザー社製のワクチンを積んだ全日空機がベルギーのブリュッセルから成田空港に着陸しました。ワクチンは今後各地に輸送されるものとみられます。
全都道府県において緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められることから、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、緊急事態の解除を宣言いたします。新型コロナウイルスの感染者は確認されませんでした。治癒した後に再び陽性となったケースを除くと、感染者ゼロとなったのは先月17日から3週間連続となります。